さあ中を見てみましょう。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回はサメがチリチャグを食べると一体何色になるのかをお送りいたします。さあそして前回のコメントフォームがかなり評判がいいです。こっちの方が圧倒的にコメントが多い。まあ YouTube のコメント欄じゃないのでハートをつけることはできませんが、今後もこちらを活用していただければと思います。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。あ、面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。ストームダメージが元に戻りました。まあ、最初からね2ずつのダメージって結構きついっていうことがね分かりましたね。まあそれはそれでいい経験をさせてもらった気がします。マリナも同様に戻ったので安心してください。さあそしてショート動画ではご覧になった方もいると思いますが、キューブアサシンの体力が異常に少ない時がある。そしてさらにダウンする。通常は倒すとねホロ状態になるのになぜかダウン。さらに倒しきるとサイドウェイズが閉じる。そしてホロ状態にならず消えちゃう。なので話すことができない。せっかくキューブアサシンが出てきたって時もこれだと残念ですよね。まあトリガーが分かったらまたお伝えします。グラトーのプールの水が引いてきたので中を見てほしい。まあ最近割とまあ界隈で水が引いたって聞きますね。そしてこれは水が引く前の映像、夏休みの親子検証の時ですね。この赤い部分に注目して見ててくださいね。上が今の状態で、まあ確かに結構水位が減ってる。さあ中を見てみましょう。中は特に変化なし。まあ、ただ以前からずっとこの煙突は残ってるんですよね。このまま水位が減って以前のグラトーが戻ってきたら嬉しいですね。さあこの懐かしい映像は2020年の4月頃、グラトー全盛期。ブルータスさんが元気に活動中。コーラルのエイリアンバウンサーがめちゃめちゃ飛べるらしい。まずは普通に飛ぶ。まあ、これだいたい100メートルくらい。続いてシャドウ状態で飛ぶ。
飛んでる時はフェーズをするとスピードが落ちるのでやめましょう。なんと600メートルくらい飛べる。コーラルからボニーまで一飛び。コーラルからの移動は必ずシャドウフロッパを釣ってエイリアンバウンサーに乗りましょう。これいろいろ調べてみると、めっちゃ飛べるバウンサーとそんなに飛べないバウンサーがあることが分かった。まずはこれ284メートル。でもそのすぐ近くのバウンサーだと430メートル。飛べるバウンサーを覚えておくといいかもしれませんね。ハンターグロークプラスシャドウで動物を手なずけることはできるのか。結果は手なずけれる。ツルハシウルトラサイズのスタイルチェンジの違いは何が違うのか。これはグローありなしの2つがあって、2つ並べて比較するとグローなので輝き、光ってる方があり光ってない方がなしという感じ。まあ言ってみればこれだけの違いですね。さあ今回のサムネ、サメはチリチャグを食べると一体何色になるのか。ん？サメはチリチャグを食べると一体何色になるのか、いきましょう。まずサメの基本情報として、紫以上のアイテムを食べると、その色に光る特性がある。青以下のアイテムを食べても変化はなし。まず手始めにチャグスプをどうぞ。チャグスプは変化なし。続いてチリチャグをどうぞ。食べた。さあ何色になったのか。エキゾチック。結果はエキゾチックになる。ちなみにこれ9ヶ月くらい前にも同じような検証をしてるんですね。エキゾチック武器を食べたサメは何色になるのかという検証。まあ、サメはレアリティが高い色になる特性なので、ミシックとエキゾチック、どっちのレアリティが高いのかの検証もこの時行っています。結果はエキゾチックが最高レアリティということが分かった検証でした。やっぱりチリチャグはエキゾチックなので、サメもちゃんとエキゾチックになるんですね。まずいないと思いますが、こんな色のサメを偶然見つけたら目の色変えて鼻息荒く倒しに行きましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄で教えてください。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。